マムが言ってた、ついさっきの話さ。5番街スラムのリーフハウスに届くはずだった援助の品が盗まれちまったんだよ。犯人はスラムエンジェルって5番街の女怪盗だ。義族だなんだともてはやされていたが、ついに化けの皮が剥がれたな。予告状に書いてあったんだ。援助はスラムエンジェルがいただきますってな。なんだいエンジェルって。いいかい、これはスラムエンジェルの仕業じゃない。あたしゃ見たんだ、怪しい3人組がこの辺りをうろついてたの。だったらそいつらを連れてきて、スラムエンジェルの仕業じゃないって証明してみろよ。いいかい、なんでもや、スラムエンジェルの疑いを晴らすため手を貸してもらうよ。スラムエンジェルは貧しい人を苦しめるようなことはするはずないんだ。3人組を見つけ出して連れてきておくれ。奴らは緑公園の先の陥没道路へ逃げていったよ。3人組が逃げ、早く追いかけてくれ。ってな。カード1枚でこんなにうまくいくとはな。泥棒はエンジェルの仕業、エンジェルは俺たちの。はあ、お前なんでこんなところに。死んだふり。バカ、今さら遅えよ。そう何度もやられてたまるか。おい、出てこい。闘技場でスカウトした俺たちのボディーガードよ。これまでの借り100倍にして返してやるぜ。100倍 ?100 倍ってどのくらいだ。え、とにかくボコボコにするってこった。狙うぞ。油断したな。まだだ。踏みかける。決める。このスキル踏みかける。一緒に来てもらうぞ。こいつらがスラムエンジェル。お前バカだな。俺たちはスリーエンジェルだろ。バカ、黙ってろ。そもそもこんな奴らが美女と名高いあのスラムエンジェルなわけがあるかい。ああ、この覆面、こいつらはこの辺りを根城にしてる小悪党の一味だ。勘違いで騒いで
すまなかったよ。分かればいいさ。こいつらのことはきっちり懲らしめといてくれよ。ああ、さあこっちに来い。おい、こら、もっと丁重に扱えよ。丁重？丁重？荷物はどうする？五番街まで運ぶなら手を貸そう。大丈夫、私が持って帰るよ。通い慣れた道だ、心配はいらないさ。スラムエンジェルが現れたぞ。コルネオさんの荷物がやられた。じゃあ私はこれで。あんたのおかげでうまくいったよ。ありがとね。貧困に舞い降りる美しき怪盗スラムエンジェル。俺もその一味かもな。